ティブなものがやっぱり昇華されてる感じはあって、絵を描いてる時ってなんかわーって歌ってる時の気持ちに近い。なんか小学校の時とかはアニメとかすごい好きで、でも中学校になってそれを持ってくとカスト制度の中の下に行くじゃないですか。普通でいたいっていうのが一番で、いじめられたくもないし目立ちたくもなくて、でなんか彼氏がいたんですよ高校生の時に。でその彼氏と一緒にいるのが楽しくて、もう普通に好きって言ってくれる人が初めてできたことにびっくりしてます。嬉しくて普通寄せて持ってる自分を、これ食べ、今お風呂入る、このテレビ見てる、全てをメールしてて、でも振られるんですよ、でも振られるんですよ。それが一番の挫折、もうこの世の終わりだと思って1ヶ月5本ほぼ食べてなくて、振られた理由がその人に好きな人ができて、その子がめっちゃ可愛かったんですよ。プラス自分になきゃその女に勝てないんだみたいなのが芽生えてきて、なんかやんなきゃ、なんかやんなきゃみたいなのが、そのタイミングで東京に来ちゃったんですよ。美術系の専門学校に進学っていうの、絵の授業の先生がすごく刺激的な人だったんですよ。あ、こんな価値観があるんだと思って、私がやっちゃダメだと思ってたこととか、例えば死ねとか言うのはダメだと思ってたんですけど、そういうのも表現していいんじゃないかみたいな、それで変わりましたね。めちゃくちゃ私でも絵でなんかできるんじゃないかみたいな価値観になった瞬間に、これを武装してやるみたいなのができたんですよ。綺麗なものって綺麗じゃなくてもいいんじゃないかみたいな。女の子はよくなんか自画像と思われるんですけど、そうじゃなくて自分の気持ちの中にいる女の子、ちゃんと前を見てたいなというか、学生の時は結構尖ってるっていうか、もう分かってもらわなくてもいいしみたいな、なんか横向いてたら人と交われないというか、目と目が合って面白いものをやりたい、向き合わない人が多い気がして、芸術系の人ってこんなんじゃダメだよって思ったりしてて、芸術をやってない人ともつながりたい、楽しいし面白いカルチャーが作れるっていうのがあって、ずっと混沌としてる気持ちが続いてたので、そういうネガティブなものがやっぱり昇華されてる感じはあって、もう普通のことすぎて自分的に絵を描くことが、でももうなきゃ無理で気持ちが収まらないというか、言葉にできづらくて、私例えばありがとうって言うじゃないですか、そのありがとうみたいな気持ちがそういう言葉で収まらない。例えばちょっとありがとうだけどごめん入るわみたいなのがないっていう、やっぱ言い表せないじゃないですか。だから嘘がなくやりたい、うん、みんなそうなのかな。